で162回目ですか。私は138回転目でした。372回転目です。241回目ですけど、途中から数えてないんですけど、大体160回超というところです。400回以上抜けます。エンタメのいろんなジャンルが本当に詰まってる、自流のパフォーマンスが見れるっていうのは私の中でも一番の、ね、推しポイントだと思います。楽しい、自分優しくなれる。その日の組み合わせとか、その日の考えてることによって見せ方が変わったり、その組み合わせによって面白いところがたくさんあって、それ何回見ても楽しいなって思うので何回も来ています。ギア自体が、すごく成長している作品なので、それを追いかけるというのがすごく楽しいです。何回見ても初めて見るような感覚というか、新しい発見とか新しい感動が生まれて、次のギア見るためにまた仕事頑張ろうっていう気持ちになれるからです。毎回組み合わせで全然違うものになるのと、あと自分もその舞台作り上げてる人と一緒になんか作り上げてるような感じがするので、毎回来たくなる感じです。ストーリーは同じなんですが、キャストが毎回違って何回見ても飽きないので面白いです。パフォーマーの皆さんの素晴らしい技術力、あと毎回違う演出がやっぱり楽しいです。私にはプロジャグラーになるという夢があって、ギアに出演している方、プロジャグラーの方が尊敬していて、見て学ぼうと思って何回もリピートしてます。元気がもらえるんでね、どうしても来ちゃう。まあ京都の市街地にあるんで、もう観光ついでにフラッとまずは来てもらって、絶対感動するんで見てほしいです。ギアって何やろって思われた方は絶対一回は見てほしい。言葉で説明しても、なかなか通じないので、本当に見に来てほしいし、とりあえず見て大人になってからでも、子供の頃の初めて見たワクワク感だとか、そういう懐かしい気分にしてくれます。京都にギアがあってほんまに良かったと思ってるんで、ぜひ見てほしいです。見ないとわからない感動がここにはあります。